はい、どうも長井戸です。今回は9月3日までオープンベータが行われていたドラゴンボールプロジェクトマルチについてです。このゲーム、僕の好きなジャンルモバということでちょっとだけ期待したんですけど、想像以上に面白くなくて、これは一体何なんだろうと思ったので、どんなゲームなのかとか、どうしたらよかったのかなというのを考えていきたいと思います。それでは行きましょう。ドラゴンボールプロジェクトマルチで2024年8月20日から9月3日までオープンベータが開催されてました。アップストア、 Google Play のスマホと Steam の PC で配信されてて、配信はバンダイナムコエンターテインメントですね。 BNO バンダイナムコオンラインじゃないと。今テストしてるシンデュアリティもね、 BNE じゃないですか。これはもう BNO を切られたんですかね。ブルプロの罪が重すぎたかなと思うんですが、どんなゲームかというと、あのドラゴンボールのモバです。モバモバってよく言いますけど、ここらで一回解説しておくと、マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナの略です。あ、その略なんだ、なるほど、納得でもないんですよね。バトルアリーナってなんだよってなるんですけど、まあまあまあ、その日本で有名なゲームで言うと、リーグオブレジェンズとかポケモンユナイトとかね、モバイルだとモバイルレジェンドとかありますけど、あと中国最強のゲーム王者栄養もまあモバーですね。なんで日本だとそれほど人気かと言われると怪しいんですけど、グローバルだと欧米含めてかなり人気があるジャンルですね。でまあ、ドラゴンボールといえばね、もう説明不要の超人気 IP で、僕もねドラゴンボールは普通に好きで、まあ、漫画も全部読みましたし、今のねドラゴンボールスーパーもアニメ全部見て、映画も全部見てというぐらいにはまあ好きですし、なんなら DB 芸人の番組とかもね見てるぐらいドラゴンボールファンではあるんですけど、そのドラゴンボールファンでかつモバも好きな僕から見て、このゲームはちゃんと面白くないですね。思ったのと違ったな。特に切り口が微妙でした。なんかポケモンユナイトみたいな面白さを想像してたですけど、全然違ってて、まあ40点とか50点くらいのゲームじゃないですか。で PVP の世界ってもう90点以上のゲームがね、何年も何作品も君臨していますから、モバイルのねモバにしても、もうワイルドリフトとかポケモンユナイトがね数年も前から出てきてますからね。80点の面白い新作作りましたって出てきても全く相手にされないっていう厳しい世界なんですよ。なんで単に PVP として見るともう全く通用しない、ドラゴンボールであるという一点のみで、まあ、どれくらい戦えるかというゲームですね。でシステムなんですけど、モバっぽい要素があって、それをカジュアルにしたゲームです。ポケモンユナイトもカジュアルなんですけども、ある意味よりカジュアルに簡単にしてるなと。ゲームの流れを言うと、制限時間が10分で、時間切れになったことがないのでどうなるか分かんないんですけど、ポケモンユナイトはねゴールした球の数で競ってましたが、まあロルとかはねそもそも時間制限じゃない、拠点破壊するまで無限に戦えるんで、とにかく10分頑張るか、最終的に相手の拠点を破壊してドラゴンボールを奪えば勝ちという。まずキャラクターを選ぶんですよ。主要キャラはスーパーサイヤ人悟空、スーパーサイヤ人ベジータ、クリリン、ピッコロ、ゴハン、幼年期、18号、スーパーサイヤ人トランクス、クーラ、全部、ザマス、10キャラクターなんですけども、ドラゴンボールスーパーのね、力の大会っぽい世界観なんですよね。グループで戦うのそんなないですからね。で、スーパーのザマスが使えたりとか、で、18号も Z の衣装じゃなくてピンクジャージですね。で、なんかその割にクーラいたりする、よくわかんない感じなんですが、最初からフリーザとか出さないのは、後のための温存なのかもしれませんね。で、ロールが明確に分かれていて、ダメージ、タンク、テクニカルの3種類。4対4で戦うんですけど、これがね、2、1、1じゃなければダメなんですよね。例えば、ザマスとベジータはタンクなんですけど、この2人がね、組むことはできないんです。タンクはね、1枠なんですよ。なんで、パーティーのバランスが野良でも保たれるような配慮なのかなとは思いました。で、ランクシステムはあるんですけど、ロールごとに設定されてて、ダメージでランクを上げてもタンクは上がらないと。で、ゲーム開始したらどうするんですかというと、モバってね、そのレーンがあるんですよ。道がね、あって。このゲームだと上と下に道が分かれて、4対4だから、まあ上2人下2人とかに分かれて頑張りましょうねってなります。で道中に雑魚敵がいて、フリーザ軍の兵士とかね、そいつらを協力して倒していきつつ移動する。でレベルがあって、敵を倒して経験値を貯めて育成しつつ相手と戦います。でレベルが上がるとスキルを獲得できて、まあ、アルティメットを含めると4つですね。でスキル自体にもレベルがあって、例えばカメハメハが好きだからこいつを伸ばしていこうと、重点的に上げていくことができます。でビルド良さはそれくらいで、まあ、アイテムとかゴールドとかはないですね。で途中に
に破壊神ゾーンという破壊神が似ているところがあって、これが一つの陣地というか敵味方両方あって、相手の破壊神ゾーン、まあ長いなこの名前が、ゾーンを破壊するのが目的で、味方のゾーンを守りたい。でゾーンとゾーンの間にはまあ雑魚敵がいて、なんなら海王神まで雑魚扱いでいるんですけど、そこの取り合いがあると。でこの道の真ん中に中立のモンスターがいる感じはポケユナっぽいですね。で駆け引きとしてはこれを倒さないと成長しないけど、敵プレイヤーを無視して殴るもんならね、もちろん相手が殴ってくるし、で削ったから経験値が入るわけじゃなくて、最後の一撃ラストヒットを取って初めて経験値が入るから、自分がゴリ押しで取ってやろうっていうのもリスクがあるし、ポケユナ的な読み合いがあります。こっからがまあ全然違ってて、小競り合いを制したら次は相手のタワーなりゴールなりを壊したくなるじゃないですか。で今回の破壊神ゾーンは特殊です。なんと破壊神が強いので殴れません。むしろやられちゃいます。原作ドラゴンボールスーパーの設定的に破壊神は超強くて、まあ、そろそろねブルーベジットとかは超えてるんじゃないかと言われてますが、まあ、一応まだ破壊神が負けたことがないんですよね。天使とかには勝てないんですけど、普通にそのいつも通りね悟空とかがインフレして負けたなみたいなことがない。なので真っ当には破壊神を倒せないってことで禅王様が出現します。で禅王様が何をするかっていうと、まあ、ロールとかね本格的にモバにはミニオンっていうのがいまして、拠点から出発して真ん中にぶつかるんですよ、群れ同士が、ね、でプレイヤーがそれを倒しながら相手の拠点にぶつけて、そのミニオンと一緒に相手の拠点を破壊する。このミニオンの群れ、ミニオンウェーブっていうのをコントロールするのが一つ難しいテクニックになるんですけど、ポケユナでは排除されてたんですね。で今作では禅王様がミニオンウェーブになってると。でなんか条件はいまいち分かんないんですけど、禅王様が交互にお互いの拠点から出撃します。そして破壊神ゾーンに到達すると、破壊神をねピコピコハンマーみたいに殴ってダウン状態にします。そうするとプレイヤーも破壊神を殴ることができて、まあ、HP をゼロにすれば破壊神ゾーンが破壊できる。このダウン状態の時は確かね殴る側にバフかかったと思うんですよね。で時間制限があって最初はすぐ弾かれちゃうんですけど、まあ、2、3回殴ると蹴ると、で全てのゾーンを破壊していって、相手の拠点に行って埋まっているドラゴンボールを取れば勝ちなんですよね。で他には破壊神ゾーンには天使がいて回復してくれる。破壊神ゾーンで回復するってピンとこないんですけど、禅王様に殴られている時はその機能が消えるから注意しましょう。ポケユナでいうカジリガメとかレジエレキみたいな倒すといいことがあるでかいやつもいて、それはなぜかねナッパとか銀河パトロールのジャコとかなんですよね。なんでこんな人気なやつらなんだと思います。でサンダー枠もいてど真ん中にドーンと出てくるんですけど、大猿だねなぜか。しかも小炎機の悟空、なんでかわかんないけど、でかいレイドボスっぽいものが大猿しかいないということなのかわかんないですけどね。はい。で、まあ、面白い面白くない以前の問題として、ちょっとね、ボットが多すぎますね。このオープンベータの意味がよくわかんなかったです。まあ、早めにマッチングはするんですけど、敵味方ほとんどがボットで、一人でプレイしても自分以外全員ボットっていうことはよくあります。で、1試合目ボット戦です。うわ、いいじゃん、全然と。ただ、ずっとそれで、自分プラスボット3人、バーサス相手プラスボットみたいな戦いになります。あまりにもフルパゲーで、まあ、編集者と3人で組んでプレイしたけども、まあ、相手が人間1人だったら余裕で勝てますね。モバが上手いとか、そういう必要すらなくてというか、技術介入要素もちょっと少ないんですけど、まあ、ボットだから明らかに弱いんですよね。で、ボットの名前で判別できて、ドラゴンボールっぽい名前というか、ドラクエっぽさもあるけど、そういうカタカナネームはね、ボットで、あとはレベル見ればわかりますね。ボットは明らかに成長が遅いです。一人でやるとボット軍団なら勝てるけど、1対1ならイーブンで、パーティー組まれたら絶対に勝てないっていう謎のゲームが始まります。っていうか、そのボット戦をするならまだわかるんですけど、お互いにボットが混じるっていうのはちょっと意味がよくわからないですね。で、この面白くないマッチングでテストして何の意味があるのかと、ネットワークテスト的な意味合いしかないんじゃないかなと思いましたね。一応3対3のね、まあ、ボット1人交えてのバトルもできたので、そのボット、ボットのマッチングの部分は無視しての感想も話すと面白くはないです。ポケモンユナイトを100としたら、まあ、よく言って50くらいの面白さですね。まあ、誰がやるんだろうと思いました。クソゲーってことではないんですけど、遊べないほどではないんだけど、やる理由が見つかんないかなって。何が悪いってシステムで言うと、変にカジュアルを意識しすぎて、ゲームに幅がないというか面白みがないというか、逆にこれ攻略詰まっちゃうとすごい息苦しいゲームになりそうだなっていう気もしました。多分カジュアルにね、しようとしたと思うんですけど、まあ日本だとモバがちょっと人気ないとかね、そのあったと思うんで、考えがね浅すぎて、カジュアルでもなければ深みも爽快感もないっていう中途半端になっちゃってますね。例えば禅王のシステムとか分かりやすいけど、禅王の流れに沿ってしか攻撃ができないじゃないですか。つまり自分でウェーブコントロールはでき
できない。攻撃と防御を強制されてしまうから義務感が出てすごいつまらないし、だってまあ勝ってても守んなきゃいけないですからね。戦略的な逆転とか紛れも起こんない。例えばモバだとこれちょっと勝てないなって時に一人で逆サイド行って仕掛けるとか、そこで連携を取れてない相手が動揺して 2,3 人こっちに対処しに来るってことがあるんですよ。そうすると自分以外の3人が人数有利になって巻き返すことができるとかあるんですけど、このゲーム前後の通りに進行するしかなくて、でそのやってて一個気になったのが、片側抜いたら相手の拠点に到達できるわけじゃないですよね。これもう片側の破壊神も突破しなきゃいけなくて、結局全部壊すんかいってなるんですよ。だからなんかゲーム展開にやっぱ幅がなさすぎますね。あとあの CC なさすぎ、敵硬すぎ問題があって、プレイヤー同士で戦うとき相手の HP が多すぎますね。全体的に硬いね。やっぱタンクはもう本当どうしても死なないぐらいで、 CC っていうのはそのクラウドコントロールの略で、モバ用語というか、まあ、相手を妨害する技のことを言うんですが、スタンさせたりね、移動不能にしたり、スローとかもそうなんですけど、とにかく CC がないんですよ。やっててね、スローくらいしかないから、キャッチして相手を倒すっていう概念がないんですよ。さらに HP が高すぎてもうどうしようもない。どれくらいどうしようもないかっていうと、普通に連戦してる時にボットがね、こっちを無視してまっすぐ破壊神の方に突っ込んでくるんですよ。そんな舐めたことないじゃないですか。目の前を飛んでるボット殴るんですけど倒せないんですよ。で殴ってるともう距離離れちゃうから、お互い最終的に同じ速さで飛ぶみたいな、そんなことあるって。そのタワーにまっすぐ突っ込んでいくやつを止められないってねえって。キルタイムが長すぎて爽快感がない。特に序盤の技が弱い時はひどいですね。あと HP も分かりにくい。ある程度 HP 増えると HP バーを限界まで増やしてもう一周あるんですよ。 HP の横にイーカーみたいなマークあったら、これが全部消えるまで死なないみたいな2周目3周目があって、これも分かりにくいし爽快感がないですね。キルタイム長くしたのはカジュアルにしようとしたと思うんですよ。すぐに死なないようにするためにね。これで初心者を守ろうみたいな。まあでも浅いっすね。その代償に楽しさが消えてるんだよね。普通に面白くもないっていう。なんで今まで歴史あるモバがそうじゃないかを考えてほしいですね。別に固くしたら初心者にチャンスがあるかっていうと全くそんなこともなくて、逃げていくやつ追わないだけなん で、むしろ柔らかくして育ってるやつ倒したらボーナスがもらえるとかの方が逆転要素あるかなと。サンダー枠のオーザルもそうなんですけど、いい感があるのもそうだし、単純に画面見づらすぎますね。オーザルがでかすぎんのか分かんないですけどね。あとザコの脇が早すぎる。これもねカジュアルにしようとしたのかな。普通のモバって狩るモンスターも資源で貴重で相手に取られると痛いもんなんですけど、湧くのが早いから何かしらどこかしらザコがいて一応狩り続けられるんですよね。取られたとしても別に他にいっぱいいるしなみたいな。その動きが強いかどうか置いといて、別に暇はしないと、やることがなくてどうしようみたいなのを防ぎたいのかなと思ったんですけど、結局ちょっと重要そうな海王神とかナッパとか取られたら不利だし、変にやることを多くしてもわけわからないと思うんですよね。本当は味方に寄らなきゃいけないシチュエーションなんだけど、よくわからず目の前にひたすら湧いてくるフリーザ軍の兵士を倒す初心者みたいなことも起きちゃうかな。ただ何したらいいのかって言われるとね、いやこのゲーム全体的にわけわかんないですよね。独特すぎるし説明もまんまないしな。モバやっててもねピンとこないことが多かったですね。素直な感想を言うと、切り口が悪いですね。キャラゲーの良くないところが出ちゃってます。スタートが面白いドラゴンボールゲーム作ろうじゃないんですよね。プレイヤー目線がなさすぎて AI が考えたゲームみたいになってて、またね不満なんですけど、例えば最初にカットインが入るんだけど長い、1キャラずつ8キャラのカットいらんって、1チームは一括りにしていいと思うんですよね。そしたら2回で済むから、せっかくドラゴンボールのキャラを綺麗に作ったんだからかっこいい顔見てもらおうみたいな、いらないんですよそういうの。プレイヤーのみんなやってほしいです。カジュアルだから10分がいいよねみたいなあるじゃないですか。前後長かったら無駄なんで、ベスティバトルもそうですけど、試合時間だけ短くすればいいと思ってるのは浅いよね。で全体的な作りとして、すでにあるモバのゲームをそのままドラゴンボールのキャラクターに置き換えたみたいな感じで、ドラゴンボールのゲームだとちょっとね思えないというか、なんなら、まず破壊神ゾーンの意味わかんなくない？破壊神ゾーンで天使が回復してくれますみたいな。破壊神殴ってエリア破壊して次行って、最終的にドラゴンボール1個手に入れたら勝ちっていう、その意味わかんないですよ。1個手に入れてどうすんの？ピンとこないですよね。全王様に殴ってもらってる隙に破壊神を殴って倒すみたいなことしといて、で道中の雑魚敵がフリーザ軍とそれに混じった海王神とか銀河パトロール出てきたりとか、混成部隊すぎて意味わかんないじゃないですか。秩序がない。サンダー枠が悟空の大猿なのも意味わからんし、あれ戦闘力100ぐらいしかないでしょ。あんまりその実際の戦闘力の話するとゲームが成り立たないからあれなんですけど、2
してもごちゃごちゃしてるなみたいな、置き換えただけで原作っぽさがないというか、ドラゴンボールの良さが消えちゃってますよね。ブレイカーズだったらフリーザとかレイダーから逃げるしかないっていうのもいいじゃないですか。ドラゴンボール集めてシェンロン呼び出して対抗するっていうのもあると。でレイダー側もね、フリーザとかセルとかすぐ星ごとぶっ壊そうとするから、それができるのもいいですよね。地形破壊してとか DB っぽい要素がそこら中にあると。なんで本当はドラゴンボールのゲームっていうのをベースにモバの要素取り入れて欲しかったんですけど、逆で従来のロールとかポケーナみたいなのベースにドラゴンボールのキャラに置き換えるってことしたから、この枠広大な枠広大に本当ははめてっただけみたいな違和感がすごい出てるんですよね。でまあ浅いカジュアル路線もそうだし、 PV を意識したカットインでテンポ悪くなっててその辺もしょうもないし、そもそもボットが味方に来るせいでゲームにならない、謎が多いですね。てかまさかとは思うけど、正式版でこのマッチングだったらもう終わりよすぐ、本当に誰もやらないですよこのゲーム。はい、じゃあまとめなんですけど、ドラゴンボールの PVP、まあ、原作人気の割にそんなうまくいってないなぁと思ってたんですけど、これはさらにうまくいかなそうだなっていう感じですね。例えばドラゴンボールファイターズって格闘ゲームとか、まあ、当時買ったんですけど、本当によくできてるというかね、原作キャラがかっこよく動くし、キャラ数もあるし、ドラゴンボールの格ゲーっつったらこうなるんだろうなってのがあって、今とか見るとね、もっとアップデートされててキャラも増えてるし、まだ頑張ってる。まあ、でもね、格ゲー界ではそんな流行んなかったですよ、正直。出た時ぐらいですかね。まあ、おそらくそんなドラゴンボールファンもやってないんじゃないかなっていう。でドラゴンボールブレイカーズ、非対称系のゲームですね。これ地味に有料で、これもすぐ買ったし遊んだんですけど、非対称だけあってがっつりやり込めるものではまあなかったはなかったと。フィールドに落ちてるドラゴンボールを集めるとシェンロンを呼んで有利になるというシステムがあるんですけど、フルパ VC がめちゃ強くてすぐ集まるんですよね。これはね意外とガチャゲーでもあったんですけど、今も細々と続いてて、ただまあうまくはいってないですよね。有料だからまあいいんですけど、ほんと細々で、ついでにフュージョンワールドっていうカードゲームもね最近出たんですけど、絵が悪いからかあんまうまくいってないなということで、全体的にねやっぱドラゴンボールの対戦ゲームうまくいってないです。あんまりドラゴンボールはジョジョとかワンピースとかジュースみたいな能力バトルじゃないですよね。戦闘のバリエーションがそんなないというか、基本パワーアップしてもパワーとスピードが上がるだけなんですよ。スーパーサイヤ人がスーパーサイヤ人ゴッドになっても基本やることは同じというかね。であとチームバトルでもないというか、力の大会とかだとちょっとチャレンジはあったんですけど、基本はまああんま総力戦をしない、その悟空とかサイヤ人が勝ち抜いて最強なるって話だから、ビュンビュン飛びながら殴る蹴りをして気弾を打ってみんな大体同じみたいな、超能力とかもあるんですけど戦闘力に差があると通用しないし、破壊のエネルギーでさえねなんとかなったし、最前線で戦えるやつがすげえ少なくて、ドラゴンボール自体はすごい人気あるんですけど、そのキャラクターで戦えますよってゲーム作ると意外とそうでもない。バトルが見たいのであって自分で操作して戦って負けたりするのちょっと違うかなみたいな。ドラゴンボールってキャラゲー界でもゲームが面白くて半径元が厳しいから、下手なものを作ったら作り直しになったって話もあるくらいねクオリティ高い方なんですけども、いや今回の見てね、バンナムキャラゲームまともに作れなくなったのかなと思いましたけど、まあ、オンラインとか対戦ゲームっていうのはねそもそもそんなに上手じゃないっていうことなのかもしれませんね。まあ一応フォローしとくとまだオープンベータだからね間に合うよねっていうのはあるんですけど、さすがにね根っこから変えるってこともできないと思うんで、根本的な改善難しいかなと思いますけど、さすがにキルタイムの異常な長さとか爽快感のなさ、この辺はなんとかした方がいいんじゃないか。見栄えとかはもうしょうがないから、なんで破壊神ゾーンなのとかもういいから、とにかくそのシステムとアクションが楽しいバランス調整で解決できるところはなんとかしていただかないと、多分リリース日から3日か1週間ぐらいまで若干人がいて、それ以後マジで誰もやらないっていうゲームになりますねこのゲーム。本当に100人くらいしか残らないんじゃないかな。はい、もう絶望の未来すでに見えてます。オープンベータが盛り上がらなさすぎて分かってると思うけど、そんな状況なのでなんとかした方がいいかなと思うんですが、皆さんはいかがでしたでしょうか。多分ねあんまみんな知らなかったと思うんです俺やってたの。なんでそのどう思ったかとか、まあ、プレイしてみたけどどういう印象だったりとかがあればコメントしていただければと思います。というわけで以上の中でした。今度もよろしく。